こんなに面白いのに全く話題にならないアニメ、Do It Yourself! ということでね、今回は、今期放送中のアニメ、Do It Yourself について話していきたいと思います。Do It Yourself は、登場人物たちが DIY を通じて自分の手で物を作り出していくことに楽しさを見出していくといった感じの日常系アニメとなってきております。制作は過激少女などのパインジャムでございます。 まあ今期かなりのね人気作品がある中で、まあこの作品はオリジナルアニメかつ日常系作品なんですよね。まあ、ですのでぶっちゃけるとびっくりするぐらい話題になってないんですけれども、まあそれがもったいないぐらいめちゃくちゃいいアニメなんですよね。 まず本作のメインテーマである DIY の作業風景が非常にいいんですよね。様々な工具の造形やそれの動き、キャラクターの所作なんかがね、すごく細かく表現されておりまして、デフォルメされたキャラクターと細部まで書き込まれたリアリティ重視のね、工具っていうのが、あれこれリアリティあって、なんかキャラクターデフォルメされていて、なんかアンバランスじゃねと思うんですけれども、実際これが全く違和感ないんですよね。このゆるふわなデザインからも想像していなかったぐらい、最後にまでこだわった作画表現と、こだわりを感じるね、このキャラクター キャラクターのモーションっていうのがですねまあ、本作のテーマである DIY の魅力っていうのをねすっごいディティールで見せているなと感じましたでストーリーの方もかなり王道なね部活物っていう感じがいいんですよねこの壊れかけた潰れかけたね DIY 部っていうのに、まあ、むちゃくちゃね不器用な主人公であるセリフがですね入部するところから始まるんですけれども ま、そんなセルフが不器用ながらも頑張ってね、DIY で物を作っていく中で楽しさを実感していって、まあ、次第にね、増えていく仲間たちとその楽しさをまた共有していくっていう、まあ、どのキャラクターもね、非常に魅力的に描かれておりまして、掛け合いもすごい微笑ましいんですよね。ま、あ本当作中全体がですね、笑顔で溢れていて、見ているだけでね、すっごいね、枯れ切った心に潤いとね、安らぎを与えてくれるんですよね。といった感じの作品なんですけれども、本作っていうのはその舞台設定とか構図にもね、かなりのこだわりを感じました。舞台は今よりほんの少し技術の進んだ未来でございまし して街中をね。ドローンが飛び交っていたりとか、自動化した車が走っていたりまあ、様々な、ね、近未来ガジェットっていうのが現れて、科学の進歩によってオートメーション化の進んだ世界っていうのが映し出されていきます。まあ、そんな中で diy やっていくんですよね。便利になっていく世界でまあ、今一度ね。原点に立ち返って、自分の手で物を作り出すことに価値観を見出していくっていう。まあ、この世界そのものと先のテーマ自体が対比されて描かれているっていうね。まあ、他にも主人公のセルフとそんなね。セルフの家の隣に住んでいるね。幼なじみのプリンっていうキャラクターがおりまして。まあ、その。 ののの関関係係性ってててていいいうのも意図図さされれれたね構でで描かれていて常にその関係が案にそが示されていくんつ、ねうん、まり、あ、こういったキャラクターの関係性とか世界そのものっていうのを言葉で語らないで様々なね構図とかロケーションで示していくやり方っていうのは、まあ、ただのねなんかゆるふわ日常アニメでは収まらないようなね、まあ、制作時の作品に対するこだわりっていうのを随所に感じる作品でございました。 といった感じで今回は今期放送中のアニメ、Do It Yourself について話していきました。いや、このアニメね、めちゃくちゃ面白いんですけれどもね。まあ今期はね、話題作がめちゃくちゃ多いですからね、ほんと埋もれてしまってもったいないなっていう感じはあるんですけれどもね。まあ、本当非常に、ね、面白い作品でございました。現在ね、第7話かなぐらいまで放送されておりますので、ぜひともね、見たことない方は一度見てみてください。めっちゃ面白いです。皆さんどれぜひともコメント欄でお願いします。それじゃあまた。